はい、始まりました。平平クッキング。今日はですね、平平さんの代わりに私、タダがお送りします。早速ですね、フライパンに、もやしをぶち込みました。18円です。そして20円のうどんと出しまして、こちらを入れていきます。はい。そしてですね、今回の肝、こちら、赤から、カレーですね。つまり、わかるよな、お前ら。そうです、そうです。はい。カレーうどんを作ります。これは楽しみだ。なかなかこのうどんの野郎が出てこないのでね、ぶち切れましたよ。私は、おい、ふざけんじゃねえ、この野郎ってことで、うわーってことでね、私はね、早速ね、持ち前のパワーを使ってぶち込みました。そしてこんな感じで最後の瞬間だけはカメラで収めてきっちり美味しいところをいただきます。はい。これから美味しいものをいただくのにすいませんね。先に美味しいものいただいちゃいました。はい、ということでこんな感じで炒めていく。う、先ほど取り出した赤からをここにぶち込みました。おりゃって感じで入れましたね。これがカレーうどんだってことでね、想像してたカレーうどんと全く違ったって方、コメント欄で違ったよ、これは僕の知ってるカレーうどんじゃないとでも書き込んでください。最近コメントとか全然つかないし、高評価も全然つかない。でもなぜかチャンネル登録者数は一人ずつ増えてます。ありがとうございます皆さん。この野郎って感じで混ぜていただいて、もうなんかどうでもいいんだよって感じで混ぜていただいて、はい、世界の終わりでも食べたくなる美味しそうなカレーが完成しました。はい、早速食べていきましょうね。熱々のうちにジュージュー言いながら、あーへーへーとふーふーとしながらですね、こちらのうどんをですね、おもむろにとって、あー、うまく取れないなー、箸が下手だ、ジュル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 って感じで、すすってみましたよ。はい。そしたらですね、すごく想像より辛くてね、むせちゃいましたね。ゲホゲホゲホって感じでした。ですけどね、なんかね、すごくね、お肉のね、風味というかね、味がしましたね。すごく美味しいカレーだったんですよ。だからね、これはね、作って正解だったなって思います。量が多いと思うんでしょ。実は2玉入れてます。お腹が空いてたんですよ。はい。もやしでかさ増ししましたが、なかなか美味しそうなパワー系の食べ物が完成しました。ね、一人暮らしの男子たちはもうすぐさまにでも食べたくなるぐらいの腹ペコ男子たちの胃袋を満足させるですね、大会系のご飯が完成しました。思わずね、いっぱいパクパク食べちゃって、さよならバイバイができませんでした。なんだろうな、うん、美味しいんだよな、うん、あー、はい、ということでね、かなり辛かったですけども、美味しくいただきました。最近食欲がなかったんですけどね、これでまたね、元気を回復しましたよ。ということで今回のひらやりクッキングはこれでおしまいです。さよなら。ジュル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 。はい、カット。チャンネル登録高評価。